んばんは、速稼塾の久保です。今ね、時間は20時22分です。5月29日の20時22分ですね。今日は相場解説もうないよって言ったんですけども、16時44分の4時間足ちょっと見てください。ここで何が言いたいかっていうと、ずーっと私がね申し上げてきたことが実現したでしょっていう話をしようかと思うんですよ。で、これはね、レンジに入ったよってことで、例えばレンジってのはこことここで線が引けるわけですよ。で、上にブレイクするにしても下にブレイクするにしても、ブレイクした後からついていってエントリーするってことをお話しましたよね。で、ブレイクはどのタイミングでするのかっていう質問をいただいたんで動画を撮ったんですけども、ヒゲをまあ抜けたあたりですよね。ここ抜けたあたりでエントリーすればいいんじゃないのってことを申し上げました。で、どうですかね。ね、ヒゲ抜けたでしょ。だからこのあたりでエントリーするのはちょっと怖いわけですよ。このあたりでね、エントリーセルにした瞬間に上に行くことがありますからね。それはこのヒゲが物語ってるんですよ。ヒゲっていうのは結局押し戻されて下に行ったものが急速に上に行ったって証拠じゃないですか。だからこのヒゲを抜けたら遠慮なくもう勢力がなくなったんで売りに入ればいいわけですよ。売りにドーンとね、だからしっかり取れるわけですね、ということなんですよ。これは上に向かう時でも一緒です。ということね、覚えておいてもらいたいなと思って今回の解説をしてるわけなんですよ。で、ついでに1時間見てみますよ。1時間もよくわかりますよ。ね、まあ抵抗体がこういうふうにあるとするじゃないですか。例えばですよ。で、ヒゲを抜けたらってことはどういうことかって言ったら、ここをね、抜けたらセルで入るんですよ。そしたら、例えばここは勢いがそんなにないわけじゃないですか。ね、でも抜けた瞬間どうですか？一本の陰線が、こういうふうに下に書いてくれるわけですよね。で、これも何度も言いましたけども、ヒゲでブレーキを教えてくれるわけですから、このあたりで理覚すればいいわけですよ。ね。これがだから16時40分の1時間足です。ということでね、レンジ作戦の時は、ブレイクしたらブレイクした方についていく。そのタイミングはヒゲだよっていう話がここで完結するわけです。今週もね、ご覧いただきましてありがとうございました。それではね、明日、明後日のいずれかで、ちょっと時間作って、無料講義のパート4をやっていきますんで、そちらの方もご覧ください。これ、速稼塾に入ってらっしゃる方は無料講義をお伝えします、お届けしますけども、速稼塾に入ってない方にはすいません、ご覧いただけないようになってますんで、その辺ご了承ください。いずれね、有料で販売することが考えられます。では、失礼します。